アレフ。アレフ。アレフは2000年2月4日に発足した宗教団体。オウム心理教からアレフと解消して発足し、2003年2月にアーレフに解消。さらに2008年5月にはアレフに解消した。前身のオウム心理教が1995年までに立て続けに起こしてきたオウム心理教事件を理由として、 団体規制法に基づく観察処分を受けている。日本国内では宗教法人として認証をされていない。本記事では、アレフに解明後の団体について扱う。解明前については、オウム心理教を参照。オウム心理教事件の後、法人としてのオウム心理教は破産し、破産管罪人からその名称の使用を禁止されたために、アレフ、後に、 アーレフに解消し、さらに、アレフ、日本語での発音は、アレフに解消した。アーレフないしアレフとは、ヘブライ文字の第一文字の名称で、一から出直して、再出発するためこの名称としたと説明されたが、後に、警視庁の欧州資料から朝原昌光自身が、逮捕される前に決定していたことが判明した。団体名称は、アレフであり、 オウム真理教の名称は使用していない。しかし公安調査庁は、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に、関する法律、団体規制法の観察処分の対象団体を、正式は、朝原昌光こと、松本地図を、教祖、創始者とする、オウム真理教の協議を広め、これを実現することを目的とし、同人が主催し、同人及び、 同協議に従うものによって構成される団体としており、これを略して、オウム真理教と通常は記載している。これには、アーレフ内市アレフは、完全に含まれ、その他の分派も含まれる可能性が高い。2007年3月にアーレフを脱退した、ジョー・ユーフ・フミヒロが、同年5月に設立した、光の輪についても、公安調査庁は、 団体規制法に基づく観察処分対象としている。上有の RF 脱退以降は、RF 内いし RF の活動を特に区別する場合、公安調査庁は、オウム真理教主流派、教団主流派、反上有派といった表現を用いている。2010年10月には新拠点と目される、東京都足立区で、足立区反社会的団体の規制に関する条例、アレフ規制条例が制定され、 監視対象となっている。また、マスコミでは現在でも、オウム真理教、アーレフ、オウム真理教、アレフのように、現在はアレフに解消などと注釈を入れつつ、オウム真理教を全面に出して報道している。前述のように、団体規制法とそれによる、公安庁社長の観察処分を前提として、アーレフ内しアレフの活動を、 オウム心理教の活動をと報道することが主流となっている。一般論としてはマスコミが特定の団体などの固有名詞について救命賞のまま報道することはほとんどないため極めて例外的ではある。A など教団に関するドキュメンタリー作品を発表しているドキュメンタリー監督の森達也はマスコミは言葉の使い方に 作為や意図があることに対して無自覚になっていることが一番危険だと適している。1999年頃より一連の事件に対して全く反省していないオウム真理教に批判が集中した。これにより無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律、オウム新法が制定されることになった。1999年9月29日。 教団は批判に対応した措置として、対外的な宗教活動の休止と教団名の一時使用停止からなるオウム真理教休民宣言を発表し、さらに同年12月1日、教団は、新法逃れのために、正式見解を発表、事件の関与を認め謝罪し、賠償を行うことになった。しかし、その直後に、オウム新法は成立し、交付、施行された。 時同じくして1999年12月29日、上友文博は広島刑務所を出所し、教団に復帰した。上友は、聖大師の称号を返上したとされ、2000年1月18日に、教団は会見を開き、上友の謝罪、反省の弁と、村岡代表代行による教団改革の発表を行ったが、時は、すでに遅く、教団は、 オウム新法の観察処分に処されることになった。ともあれ、発表された教団改革の内容に合わせ、2000年2月に、新団体、宗教団体、アレフが発足され、教団の活動はアレフへと移行した。アレフの初代代表には、朝原逮捕後から、オウム新立教代表代行を務めてきた村岡達子がそのまま就任した。 2000年9月14日の公安調査庁による RF 施設の立ち入り検査にあたっては、教団と関係の深いフリージャーナリストに検査の動向を撮影させるなど、当初は立ち入り検査における妨害行為や敵対行為あった。上流は、教団復帰直後の新団体、レフ発足においてこそ教団役員にならなかったが、生代主という立場を背景に実験を握った。 2001年8月に旧宗教法人問題担当として役員に就任した後、2002年1月30日に正式にアレフ代表に就任した。上祐文博は組織防衛のために朝原外し路線を推進、朝原を海祖、孫氏ではなく旧団体代表と定義し、朝原の肖像を本尊とすることを禁じた。この方針に、 朝原を崇拝する多くの信者が反発することになった。なお、2003年2月に団体名をファミリーレストランのビックリドンキー等を展開する株式会社アレフとの誤認を避けるためアーレフに解消した。2003年夏頃になると、上友文博の路線に対する不満が顕在化し、同年10月に上優は修行に専念。 事実上の失脚することになり、教団の運営は、球長ローブの手に移ることになった。2004年11月になって、教団運営に復帰したが、繁盛優派との対立は深まるばかりで、教団の分裂状態が加速されていった。2006年5月には、上優が、人を神としない、新教団を2007年2月までに作ることを、セミナーで宣言した。 2006年7月には財政面、実務面ともに、教団本体からの分離分裂が行われた。その間、朝原夫人の松本智子一家に対して、松本智子作の絵画の使用料を名目で教団が資金援助を行っていたこと、松本一家が間接的ながらも教団に影響力を与えており、そのことが上流派の排除につながっていることが明らかになった。 代表派、上優派に対する覚醒悟る氏の立場は以下の通りである。2007年5月7日、上優文博は新団体、光の輪を設立し、アーレフから完全に脱会した。これに伴って、公安調査庁に提出された報告書によれば、光の輪は、上優文博を代表役員に据え、主流派、反上優派は、上田達也、杉内信博を、 共同幹事とした。上流派脱会後も内部対立は続き、新代表の野田聖人は主流派から完全に無視されており後に脱会、杉浦兄弟も脱会、村岡達子も実質的運営から排除され、現在では市レベルの主流派幹部が実権を握っている。2007年9月30日、JNN 報道特集において、 RF への長期潜入取材による特集が報道された。フリージャーナリストが2006年から2007年8月にかけて潜入して撮影した映像を主体としたもの、あった。そこでは、上優派脱会後に、教団内で、朝原振興が強化され、朝原将校を教祖、グルとして振興し教育してゆく、胸の教団幹部の発言や、RF 発足時に封印したはずの、 タントラバジラヤーナポアについて朝原が説法するビデオが教材として用いられている様が報じられた。また、ヘッドギアを使用する信者の映像も報じられた。これらの映像をもとに、滝本太郎弁護士や公安調査庁の担当課長による危機感を表明するインタビューが合わせて放映され、また、野田聖人は競技におけるタントラバジラヤーナの復活について、 生止するだけの実験がないとして、報道を歓迎する旨コメントした。一方、野田から実験を握ると名指しされた荒木博士広報部長は、取材を拒否した。2008年5月20日、教団は、名称のアレフへの解消、及び、旧役員に変えて、合同会議による、教団運営を主要な内容とする新体制、発足を発表した。合同会議は、 運営委員会が主催し、その共同幹事である、上田達也と松下光樹が教団を対外的に代表するとしている。さらに、これまで新代表を名乗ってきた野田成人に対し、教団役員の地位の執行と代表地位の無効を通告した。新体制発足により、活動方針には朝原回帰の傾向が見られるとして、公安当局は警戒しているという。 2011年11月17日、アレフが公安庁査長に報告した信徒数が1000人を超えたことが明らかとなった。公安は事件を知らない若い入会者の伸びが目立つと指摘、警戒している。さらに、アレフは朝原将校の生誕祭を祝い、肖像を掲げるようになっているほか、以前の修行法や教本も復活させるなど、原点回帰も 鮮明になっているという。公安調査庁の立ち入り検査には、非協力的で、2013年には、公安調査官や、警察官、滝本太郎弁護士、オウム心理教に関する書籍の著者など、敵対する者の,の写真を、複数枚重ねて、日本刀を模したナイフで串刺しにしたものを祭壇に、置くなどしていた。スピリチュアルブームや、社会不安を追い風に、 年200人規模で勢力を拡大し、2013年7月1日、公安調査庁の発表によると、光の輪が合算した、新都数は2011年10月の1500人から1650人と、約10%化し、2000年の新都数まで戻した。ただし、出家新都は、組織統制の強化に伴う組織運営に不満を持つ、ものなどが多数脱会したことなどから、減少傾向にある。 またアレフ側によると、新都数はこの間減少しているが、公安庁佐長は大会社、アレフ、光野はどちらにも属していないであっても、偽装大会とみなした人員を新都数に計上しているとの子である。公安庁佐長によれば、アレフの最近の勧誘方法は以下のようなものがある。その他、東日本大震災による福島第一原発事故に関連し、 アレフの修行で放射線被害は乗り越えられると主張している。教団のバジラハーサ氏によれば、アレフが実践するアーサナ、体位法や、ウィンドトレーニング、独自の気候法、ムドラー、霊的覚醒の技法など修行によって、体のビアーナに、オーラを強めることで肉体が、放射線ら守られる可能性は高まる。あるいは、被爆後2から3週間以内に出る症状である。 免疫力の低下や貧血、出血に対しては骨髄機能を活性化させるための修行である、くんだりに用がが一定の効果あると主張している。光の輪によると、アレーフ内では、朝原将校の次男を復帰させる動きを見せる、朝原の妻、松本明松本智子にのみや一ら主流派と反対派が対立。この内紛の中、2014年頃から山田美紗子、 率いる金沢支部は独立行動を取るようになり、事実上分派化した。この分派は山田らの集団と呼ばれる公安調査庁の定めた弁宜上の故障であり、正式な団体名は不明。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。